ルンルンはもう真っ黒になってるに、ベロのとこ泥だらけだよ。あんな置いといてよ、綺麗でしょ、ね、よいしょ、あの顔、ベロが砂だらけ。裏の畑に吹きが芽を出してきてます。吹きが美味しそうに伸びてきました。吹きをちょっと見てみたいと思います。まだ取り立ての吹きです。あと天ぷらも準備もしています。腰の手術も約1ヶ月済みまして、もうちょっと静養が必要なよと思うので、お昼を自分で作ります。吹きの天ぷらと玉ねぎの天ぷらで天ぷらそばを作って食べたいと思います。吹きの葉は普通捨ててしまうんですけど、柔らかくて美味しそうだったので試しに天ぷらにしてみました。吹きの風味があるか食べれるかって分かりません。多分美味しいと思う。今日のお昼は、今日から会社始まったもんで一人です。山菜の天ぷらと信州そばです。山菜は裏の畑から取った吹き、吹きが美味しそうなもんで天ぷらと煮付けにしてみました。吹きとか、なんだ、千本ネギですから所要時間は45分ぐらいですね。あり合わせのもので手早くやりました。きゅうりは浅漬けですね。冷蔵庫にあったものだけです。これは吹きですね。吹き。吹きの香りと苦みがあって美味しいですね。キャラ吹きは。からぶきも柔らかくて美味しいです。ふきの葉っぱはどうだ。葉っぱこれ丸ごと天ぷらにしてみました。ふきの葉っぱです。山菜は天ぷらにすれば何でも美味しいですね。ふきの葉っぱもほのかにちょっと香りがする程度ですけど美味しいです。そばはもちろん信州の本場のそばですから美味しいですよ。